皆さん、こんにちは。週刊手帳術の著者、海野隆です。今日もですね、あんまり私の本にとらわれずに、ちょっとざっくばらんな話をしたいと思うんですけども、今日のテーマは、続ければ結果は出るというちょっとお話をしたいと思います。なんだかんだ言って、ちょっと習慣に結びつけられることかもしれないんですけども、基本的には継続する、続ければ、何らかの結果っていうのは、出るとは思うんですけども、私も基本的にはそれには賛成なので、こんな本を出すわけなんですけども、継続していけば必ず結果は出るっていうふうに私は思っているんですが、中にはですね、途中で挫折することとか、私自身も途中でやめちゃうみたいなことは全然ないわけじゃないんですね。続けられそうだと思って計画はしっかり立ててやってみるので、そうそう途中でやめるってことはないんですけども、やっぱり中にはもういいやと思ってやめちゃったこととかもあるんですね。過去の例で言うと、英語の勉強なんか途中でやめちゃったりもしたんですけども、その途中でやめちゃうっていうところが、どういうタイミングかみたいな話をちょっと今日はしたいんですね。で、多分そのやめちゃう理由っていうのが、結果が出なかったからとか、成功しなかったとか、失敗しちゃったからとかっていうふうに、そこが多分分岐点というか、やめちゃう理由にはなると思うんですけども、ただ、どこまで続けたらそれが、失敗なのか、成功ではないのか、もう続けるのはやめた方がいいんだっていう判断になるかっていうところなんですけども、早くね、やめるんだったらやめた方がいいっていうのは確かにあるんですけども、私自身はもう続けた先に結果は出るんでしょうけども、この続けた期間っていうのもきっと大事だというふうに思ってるんで、私の場合はその一つのサイクルが1年のサイクルで、次のちっちゃいサイクルが12ヶ月の12サイクルというふうに目標設定とかを決めてるんで、最低でも始めて1ヶ月続けてみて、で、それでうまくいかないとかで、ただそれがまぐれというか、たまたま成功しなかった、たまたまうまくいかなかったかもしれないんで、もう1ヶ月ぐらい続けてみて、で3ヶ月ぐらいまでいったら、さすがにこれは自分には合わないなという感じで、やめるとかっていう判断をしてるんですけども、今日のお話で、いや、じゃあ3ヶ月続けてみましょうっていう話をしたいわけじゃなくて、一つのサイクルの途中でやめるっていうのは、避けた方がいいんじゃないかなというふうに思っています。なので、1ヶ月なら1ヶ月続けてみてっていうのを、最初の計画する時点で、私自身が決めてるからっていうのもあるんでしょうけども、決めた最中にやめるっていうのは、なるべく避けた方がよくて、多分その計画する段階でも、その1ヶ月の中でうまくいくっていうふうに、計画で決めたはずなんで、まずはその1ヶ月やってみて、でそれでその1ヶ月経った時に、じゃあ次もう一回やってみようかとか、じゃあここでやめようとかっていう判断は、途中じゃなくて、最後までやりきってから、やめた方がいいと思います。でこれなぜかというと、他の目標とかも同じように共倒れしちゃう場合が多いと思うんですね。要はその一つの諦めちゃったものを一つでも作ると他の目標とかも、あ、じゃあ違うやつが1ヶ月も持たなかったから途中でやめてもうしょうがないやとかって思っちゃうってことがあると思うんで、まあ習慣っていうその観点から言うと、まあその一つの区切りのところまではまずはやってみるっていうのが必要じゃないかなというふうに思いますということで、続けたところにまあ結果は出るんでしょうけども、ただ続けたことが結果っていう、まあ、そういう考え方もできると思うんで、まあ、1ヶ月なら1ヶ月続けたでもダメだったっていうよりは、途中でなんか半月か20日ぐらいやったんだけどダメだったとかっていうと、どこでやめたのかどこで区切りがついたのかってちょっと曖昧になったりするんで、まあ、ちょっと他のその習慣とか目標に影響がないためにも、まあその最初に決めた1ヶ月なら1ヶ月とかっていうところで、まあ、きちんとやってみて、まあ、それでダメだったとかっていう判断をした方がいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、ちょっとこれも取り留めのない話になっちゃったんですけども、まあ、1サイクルの単位でまあ考えてみましょうという、そんな話でした。ということで、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。海野たかしがお送りしました。それでは。